秋田大学整形外科の宮越ですこの動画をご覧いただきましてありがとうございます本日私は我々が行ってきた整形外科でよくやっておる研究ですけれども入口連携による運動器疾患対策についての研究を簡単に紹介したいと思います運動器とは筋肉骨関節人体腱神経など 体を支えたり動かしたりする器官のことですが整形外科はこの運動器に生じたすべての障害を扱う科です運動器の障害の原因には例えば脊椎・脊髄疾患関節疾患そして骨折などがありますこれは我が国の有訴者率の上位5症状すなわち日本人がどのような症状で困っているのかを調べた厚生労働省の調査結果ですが 男女ともに腰痛、肩こり、そして手足の関節が痛むが入っています。これらの症状のうち、腰痛と肩こりは脊椎・脊髄疾患を、そして手足の関節が痛むは関節疾患を強く疑わせる症状ですので、整形外科に関係する症状であると言えます。このような運動器疾患は、 すべて高齢化に伴って多くなるものですので高齢化が進んでいる日本では今後も整形外科による運動器疾患対策がとても重要ですさて本題の医理工連携による運動器疾患対策についてですが医理工が連携することにより例えば臨床で生じる疑問を解明するためにさまざまなシミュレーションモデルで障害を再現し分析することができます。 また、医療用機器を開発し、疾患を治療することができます我々は、開発した機器を用いて、上司・下肢の麻痺患者さんのリハビリテーションの研究をしていますさらに、新たな評価法の開発にも、医理工連携は役立ちますここから、我々の研究の一部を紹介します まずはこのような高齢者脊柱、後、弯変形の病態解明に関する研究です。高齢化が進む日本では、背骨の骨折や背筋力の低下などによって、このような脊柱、後、弯変形で困っている患者さんが非常に多くなっています。公安というのは後ろに湾曲するという意味です。 なぜこのような考案変形が生じるのかなどの病態を探るために、イリコ連携による研究が役立っています。我々は、秋田大学の理工学研究科との共同研究で、このような世界初の体幹と科子が結合した非常に成功な筋骨格シミュレーションモデルを開発しました。このモデルを用いれば、例えば、背筋力が低下した場合には、 どのような脊柱変形が生じるのかですとか背中が曲がると歩き方はどのように変化するのかなどさまざまな条件で運動器の具合を検証することができま,すまた実際の患者さんから得られる臨床データとのすり合わせを行うこともできます。これは我々が行ってきた医療機器開発とその臨床応用の例です。 機能的電気刺激といって、麻痺をしてしまった筋肉に電気刺激を行って動かす技術がありますが、これを歩行のためのリハビリテーションロボットに組み込んでいます。例えば、脳卒中後の片麻痺の患者さんの場合には、麻痺をしていない側の筋肉の活動を麻痺をしている側にフィードバックして、スムーズな歩行を再現します。これに歩行用のロボットを併用することで、 リハビリテーションの効率をアップすることができますこれは上司が麻痺してしまった患者さんが訓練するための卓上型ロボットリハビリマウスですがバーチャルリアリティやオーグメンテッドリアリティの技術も導入してゲーム感覚で訓練効率を上げる工夫をしていますこの機器を使うことによって両方種のサポートがなくても 患者自身がリハビリを行うことができますこちらは動的な財バランスを測定するための装置ですバランスの測定装置といえばこれまでは立った状態で測定するものが主流でしたところが高齢者の転倒などには体幹のバランスも大きく関わっているということが分かってきましたのでこのように座った状態でも バランスを評価する必要が出てきましたこの装置では座面の動きにどの程度対応できるかを数値化することで動的な体幹バランスを測定することができますこの装置を用いて分かった知見の一つを紹介します活性型ビタミン D3 は長い間骨粗小症治療薬として使われてきましたが 最近では筋肉やバランスにもプラスの効果があるのではないかということが分かってきましたしかしこのことを臨床で証明することは困難でした我々は活性型ビタミン D3 の一つである L でカルシトールを内服した患者さんでは体幹筋だけではなく動的な材バランスも優位に改善することをこの装置を用いて世界で初めて明らかにしました 本日は主に医理工連携による研究の一部を紹介させていただきましたが、我々は他にもたくさんの研究をしています。整形外科が扱う疾患の範囲は非常に広いため、秋田大学整形外科にはこのように脊椎・脊髄、関節リウマチ、手外科・股関節など10の臨床研究グループがあり、それぞれオリジナリティの高い研究を行っています。 これらすべての研究において我々が持っているモットーは Think Globally Act Locally という考え方ですつまり物事を常に世界の視点で考え真に社会貢献ができることを探求しそのために秋田でできること秋田でなければできないことを世界に発信するということですこれからもこの信念に基づいて秋田から世界に発信できる研究をたくさんやっていきたいと思います